こんばんは、金美館通りの藤村です。今日は新人好きのお客様ってどうなの？というお話をしたいと思います。この業界の女の子たちの間では定説ではありますが、新人好きのお客様っていうのは実はあまり評判が良くありません。新人時代は新人ということで指名もされやすく稼ぎやすいというメリットはあるんですが、どうにも新人好きのお客様層というのは女の子にとってはしんどい部分が多いです。新人好きと聞くと、この業界にあまり縁のない方の持つイメージとしては、女の子があまり仕事ができなくても多めに見てくれる優しいおおらかなお客様のイメージがあるかもしれないので、評判が良くないと聞くと意外に思う方もいるかもしれないですね。逆にベテラン好きというと、技術やおもてなしに関してうるさそうだとか、自分自身は大の字になって寝っ転がっているだけであれこれと全部女の子にやらせてそうだとかっていうイメージをされるかもしれません。でも実際はベテラン好きというお客様ほど面倒なことを言ってこなくて優しいですし、新人好きなお客様は自分が上に立ちたい、優位に動きたいという理由が多かったりするものです。業界の女の子たちは割と早い段階でそこに気がつくので、長く働く子はみんな自分を守るために技術を身につけて、何もできない新人のイメージから脱却する努力をするわけですね。それでは新人好きなお客様のよくある困った特徴、まずは一つ目として、何も知らない子を丸め込んで過剰行為をさせようとするお客様。夜の業界自体やお店に入って間もない子って、まだそのお店の暗黙のルールや共通認識みたいなものが自分でも分かっていないということに不安があるので、絶えずこれで大丈夫かな、自分がしていることは間違っていないかな、失礼になってはいないかなとドキドキしながら接客しているものなんですね。そんな女の子を相手に、この業界これくらいはしないと通用していけないよだったり、これくらいはこの店の子はみんなやってるよと自分に都合のいいようなことを押し付けながら過剰なことを要求するパターンが多いです。中には俺は店長と仲が良くてこの店では乗客扱いをされてるからと言ったり、相手が何も知らない新人だから何を言っても信じるだろうとばかりに適当なことを言って圧力をかけてくる方もいます。こういうのって業界自体には長年いるけど、お店を移ったばかりで新人表記になっているというだけのベテラン新人みたいな状態で当たれば、そうなんですねとニコニコしながら自分のペースを崩さずにお客様の発言を流しながら接客できるようになりますが、本当の業界新人さんだったり、そうでなくても例えば夜職自体は長いけど出張系から店舗系へ移ったばっかりだったり、今までいた価格帯とは全く違う価格帯のお店に移ったばかりだったりすると、本気で一瞬そういうものなのかなと惑わされそうになったりもします。こんな時にもちゃんと女性の講習員さんの在籍しているお店なら、このお店ってこういうことまでしなきゃいけないんですかと聞いた時に、きちんとそれは仕事だから我慢してねだったり、そんなことまではするお店じゃないからちゃんと断るか、しつこい時はフロントに助けを求めてねと答えを示してくれるので線引きがしやすいんですが、相談する相手が店内にいない場合には一人で悩んですぐに辞めていってしまうケースもあります。次に2つ目、好き勝手にいじり倒すのが好きなお客様。これはですね、新人だったり素人系のおとなしい子なら多少無茶や乱暴な触り方をしても文句は言われないだろうというお客様も多いんですね。これくらい我慢できないとやっていけないよみたいな感じで脅してきますが、痛いことまで我慢しないといけない業界ではありません。これも一つ目のパターンと同じように、本当に何もわからない新人の女の子だとそういうものなのかなと丸め込まれて我慢しちゃうケースもあります。そして働き始めて1年くらい経った頃に、なんか新人の時の方が客層がひどかったんですよねと不思議そうに話したりもしています。
最後に3つ目、何かと安い金額で釣ろうとするお客様。これはですね、新人ほどお金に困ってるだろうという考えから、いくらいくら払うからこういうことをしてとか、お小遣いあげるから外で会おうよというように、そんなに高い金額じゃなくてもどうにかできちゃうんじゃないかなというお客様が集まりがちです。ただ実際に夜食に飛び込んだばっかりの子の方が金銭感覚もまだ染まっていないし、実際に金銭的に余裕がない子が多いのは確かです。何年も働いているような子だと、お金というよりもこの仕事自体が好きで続けているとか、生活レベルを下げたくないから続けているだとか、切羽詰まった感じがだんだんなくなってくるのに対して、夜食を始めたばかりの子は大体がお金が欲しいという何らかの理由があって飛び込んできているわけですから、1000円や1万円の重みがベテランの子とは違っていたりします。これは何もベテランの子がお金のありがたみがどんどんなくなっているという話ではなくて、業界に長くいると収入も安定しているし、いろんなことの相場が分かってくるので、目先のお金のためだけに変な安売りをするというようなことが減ってくるんですね。でも支払いに追われながら飛び込んだばかりのまだ何も知らない世界で、目の前にお金をぶら下げられてしまうと、後々思えばなんであんな金額であんなことまでしてしまったんだろうという後悔をするような話に乗ってしまうこともあるわけです。例えば数千円で動画を撮らせてしまうとか、また指名で来るからという言葉につられて過剰なことまでさせられてしまうというようなことだったりしますが、リスクに対する金額っていう感覚が最初はわからなかったりするわけで、そこにつけ込んでお店側も業界素人の子を安い金額で使ってハードなことをさせていたり、新人狙いのお客様にうまいように安く遊ばれてしまったりもするわけです。はい、というわけで、なんで新人好きのお客様は敬遠されがちかというお話をしてきましたが、今回挙げた3つのパターンに共通するように、なんとか少ない金額でなんとか特別扱いをされたいとか、お店の規定以上のおもてなしを受けたいというお客様が多いからです。もちろん今この動画を見ながら、俺は新人好きでいつも新人に入ってるけど、今日挙げられたようなことは一切してないぞというお客様もいるかとは思いますが、そういう方は少数派の良客様です。もちろん中にはそういういいお客様もいるから、大半のお客様で辛い思いをしても新人時代を乗り越えて仕事を続けていけるわけで、本当にありがたい話です。藤村さんもお風呂屋さんの仕事を始めて初日にお相手をしたお客様で、その後何年も通っていただいていい関係を続けられたお客様もいました。でも新人時代、そういったこういうお客様も中にはいるから頑張ろうと思えるお客様に出会えないまま、乱暴に上から目線で好き放題されて、私にはこの業界は向いてないと泣く泣くすぐに辞めてしまう子もいるんですね。そしてそういう子の中には、続けていればきっと売れただろうなっていうような可愛い子も全然いたりするので、そんな原石を早いうちから潰してしまう新人潰しなお客様というのは、業界全体にとってマイナスにしかなりません。お店にとっても貴重な新人を潰されてしまうのは損害が大きいので、そのお店自体に常連様がちゃんとついているようなお店なら、まずは信頼のできる常連様に積極的にその新人を勧めて、ちゃんと新人の子に最初からいいお客様がつくようにしてくれたりもするんですが、大半のお店はそんな余裕もないので、とにかく新人は大幅に割引をして宣伝をします。これではますます割引に釣られただけの素行の悪いお客様の相手をするばかりになってしまったりするんですね。何年も経ってベテランのランカーになっても、最初の頃にお相手した優しい紳士なお客様というのはずっと覚えているものなので、同じように新人に入るなら、そういう意味での特別扱いをされるお客様を目指したいものですね。それでは今日はこの辺で。お上がりなさいませ。